今日はカナダのアジア系スーパー TNT に来ました。今日はお家でマーラー火鍋を作るので、お鍋に入れる食材を買いたいと思います。カナダの物価がどれくらい高いのか検証していきます。はい、買い物が終わったのでこれからお会計をしていきます。消費税込みでトータル85ドルくらいでした。次はこのスーパーウォールマートで買い物したいと思います。はい、買い物が終わりました。いかがだったでしょうか。合計102ドルくらい使いました。この量でだいたい3日間は持つかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してね。